そこまででいい。もういいの？で？十分物にしてるよ。よく仕上げたな。なんだ？いや、お褒めに預かり光栄なんだけどさ。正直、しゅうちゃんって人を褒めたら死ぬ病気にかかってるもんだとばっかり。帰るからな。ああ、嘘嘘。待って待って。まあ、でもここだけの話。なんでだ？なんでって、そりゃあ優勝するよ。あ？バッドリップは優勝する。全国大会の優勝だ。研究してるね。じゃあなおさら。分かってないな、バッドリップの実力。まさかの。嬉しそうじゃん。ん？いや、何にも。だから。じゃあ験担ぎ。よし、やってやる。はずれ。で、しゅうちゃんの予想は結局当たっちゃったってわけ。いやー、嬉しい前にちょっと拍子抜けだったかな。でも優勝したって分かった時の僕を見たあのしゅうちゃんのドヤ顔、忘れらんないな。なんだそんな顔もできんじゃんみたいなさ。そう。でもそれから事件が起きた。この公園で起きた僕としゅうちゃんだけの小さいけど切実な事件だとも思うんだよね。僕が間違ってました。わかればいい。いや、僕たちアカペラ超うまかったんだね。自分たちの実力を舐め切ってたこと、ここに謝罪いたします。ここまで尊大な謝罪会見は見たことないな。え、あれ。ああ。うわ。才能の差だよ。才能って誰との？お前らと俺とのだ。え？うん？ちょっと待って。しゅうちゃんバッドリップ入る前からもうずっとめっちゃうまいじゃない。それが問題なんだ。俺の実力はだいたいこのあたりなんだよ。俺はミュージカルの子役をやってた。お前らはもっと上手くなる。ミュージカルやめたのってそれが原因？まあな。そんなの昔の話じゃない。努力って言葉の意味を知ってる。努力なんて凡人には意味のない言葉なんだよ。
俺は努力する凡人だ。僕たちを憎んでるの？いや、今はまだ。俺にだって情くらいあるんだ。お前らやお前を憎む対象にしたくないから。もういい。だから俺はもう。もういいってらしくないな。お前が怒鳴るとこ初めて聞いた。僕も今自分でびっくりしてるとこ。しゅうちゃん、今からしゅうちゃんが聞きたくない話するけど、最後まで聞いてくれる？なんだ。ずっと思ってたんだよね、しゅうちゃん才能ないって。ああ、俺の歌の才能はこんなもんだ。じゃなくて、そうじゃなくて、しゅうちゃんにないのは自分を信じる才能なんじゃないのってこと。自分を信じる？才能だけじゃ何にもできないじゃん。その才能を最後まで信じてあげる才能が、その勇気がなけりゃ才能はただの種なんだよ。予防線張って危なくなったらすぐ逃げる？それじゃ才能があるかどうかもわかんないじゃん。お前に俺の人生全部使って死ぬまであがいて、ようやくちょっとわかるもんなんじゃないの？才能のあるなしなんてさ、足なんて引っ張るようになってから考えりゃいいじゃん。いいんだよ、もっと自分が楽しくなることだけ考えてりゃ。俺の何がわかるって言うんだ？わかんないけど、わかんないけどさ、でもこれだけは言えるよ。自分の逃げ癖、才能のせいにしちゃダメなんじゃないの？そうやって一生自分に言い訳しながら生きていく気なわけ。俺は しゅうちゃん、これじゃまるで青春物語だな。知らなかった？僕たち青春物語ど真ん中なんだよ。わかった。これで決める。運試しくらいしても罰は当たらない。これが入るなら、俺はまだ。しゅうちゃんはコーヒーの缶を煽って、それから握った。その横顔を見て、投げる前から分かったんだよね、これ絶対入るって。しゅうちゃんの歌がこれまでと違う輝きをまとい出したのは、それから割とすぐ後だったな。うるさい奴が随分黙ってるな。なんだ？どう？ああ、もちろん。心配な点って？吹きさこだ。アオペラ冬大会の直後、
でも違った。ポリープは簡単な病気じゃない。気の持ちようが変わることは誰にだってあるんじゃないの？しゅうちゃんさ、バンドメンバーだ。いや、それ以上の何かがある。そうだな、ここだけの話にしてほしいんだが、吹坂は俺がミュージカルをやめるきっかけになったやつなんだ。